はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレットバイオレットのシングランクマッチやってきます。ちょっとね、シーズン1はね、あまりにも記憶から消すことにしたんですけど、まあ、あまりにもね減らってしまったので5日間寝込んでて、またねやりだしたというところですね。本当にどれだけさ減らってさ、なんかさ死にたい気持ちになってもこのゲームやめれないからさ、本当にあれだわ、なんか危険の多いゲームですね。選出なんだけど、まあ、3受けでハッピーがまず確定で、まあ、ゲンガーもぼちぼち見たいけど、ちょっと怪しさがある。まあ、塩投げれば完璧っちゃ完璧だけどな。で、ドドゲさん考えると、まあ、クレベが欲しい話があって、ハッピークレベアット1だと、まあ、猿考えるんだったら、ガーガナクルの話もワンチャンあるね。あーでもね、ちょっと微妙くはないけど、デカウンちゃんどうすんだ問題、大問題が発生するから、まあドヒドか。ドヒドハピクレベの普通の選出でいいんじゃないかな。毒ビシゲンガー対面で負けるならそれはそれで悪くなさそうだけど、まあゲンガーの処理にちょっと手間取りそうだね。ちなみに、さあ僕ね、旧世代のこのシーズン2からね、初めて時間を計って対戦をするという、僕今まで実はね、時間計んないでウケループ使ってたんですよ。TOD どうやってたかっていうと、3分、だいたいこれぐらいだろうな、みたいな感覚で、ああ、そろそろ3分かな、みたいな感じで、やってたと。なかなかね、なかなかエキサイティングな TOD を実は今までしてきたということを、ここでカミングアウトしようと思うんですけど、必死からで。そうなんですよ。実はね。ゲンガーは、アンコールあっても、黒い眼差ししてくるゲンガーはさすがにいないから、まあ、なんとかなると。いやー、ちょっとね、シーズンが終わって、まあ、減らってたって言っても、3日4日ぐらいで、構築記事をその後読んだり、して、ちょっとこういうの使ってみたいな、みたいなのをね、いろいろ考えてたりしたっていう、あれですかね。この試合ね、ちょっとまずいこと起きてて、僕もハピナスの構成的にちょっと、なかなかまあまずい問題があるけど、まあハピナスは回復できるからいいか。ここをハーブ使いたくないから、ハーブは猿に取っておかないとちょっとまずいので。シャドボ連打だよね。D ダウン狙ってる雰囲気はめっちゃ、ここさ、本当はシャドボ食らいながら僕はネットを押してさ、普通に有利っていう感じのゲームにしたかったんだけど、ネットがない、ないものをね、嘆いてもしょうがないので。ハピナスはね、とにかく、ステロを巻きたすぎて、技構成がそうすると、宇宙になるというね、とんでもないことが起きたんですけど。これさ、こっからさ、まあ、アンコールの話はあるか。引いとこう。こう相手ワンチャン引くかなと思ってるんだけど、引かないか。アンコールの有無をちょっと確認したいね。アンコールは持ってらっしゃる。攻撃技がないとね、こういう時に逆に困るんだよな。また、猿考えたら、あれか、毒ビシもう一回巻いていいか。ハーブちょっといらなくなったかな。なんならもともと毒ビシ負けてたから、ハーブ別に関係なかったわ。で、問題はここからゲンガーをどう対処するかなんだけど。アンコールしてきそうだけどな。まあどっちでもいいか。ゲンガー考えるとやっぱね、ちょっと塩は欲しかったね。この対面で塩漬け打ってるだけで相当強いから全然ありだったんだけど、これ相手が引いてくれないとちょっとだるい話はあるな。あー読んできてる。ああ、これはちょっとだるいね。TOD に、まあ、ハピアス上げてるから僕 TOD 負けようがないから、ヒットポイントはただ総量で、あれしないといけない問題はあるんだけど。あ、総量、その、ま、お互いマックスじゃないといけない話はあるから、その問題は若干あるんだけど。僕今まで時間かかってないのどうしてたかってね、録画時間で、あれだわ。選出時間分差し引いて、録画時間で時間かかってたわ。そんな関係なかった。まあまあ、ニアリーイコールぐらいだからね。それでなんとか、
まあ、普通に動画撮ってないときは測んないで普通にやってたんだけど、ここハッピアンス下げて修理して出し直してから弾込みして引いてみたいな感じでいいけどな。これ最後のターンに僕びっくりドッキリテラスしてさ、突然あれだわ、あのテラアクテラバーストぶち込んで総量で勝ちます。シャドウボール、でもね、なんかね、今期のあれだったね、今期ってか前期か、前期のゲループ使ってる人の構築記事は大体読んだんだけど、3桁ぐらいは大体までは大体読んだんだけど、なかなかなんかねあれだったね、あのおお旧世代になったなっていう感じがねありましたね。こっからはドヒドヒいてキリト再生の連打で、まあでもまだ15分あるからちょっときついか、まあドヒドとハピクルクルすんのがいいかな。とりあえずハピは満タンにしておきたくて、ここで一生分担してればいいんだけど、シャドウボールがただ PP ちょっと多いから枯らせないよりではある。ここは再生一家をしておくて、だから僕ねあんまり早いタイミングでテラスタル使っちゃって、あのドドゲザンに対してクレベ投げた時にテラス切れないみたいな状態にはしたくないんだよね。それを避けたいんだけど、こういう打ち合いになるとドヒドヘイドロ欲しいね。まあハピアスは無限にやり直せるからな、毒引いても。こいつこの耐久で自然回復持ってんのおかしいだろ、よく考えたら。さすがに強えわ。また 大抵受けレープ使って負けるときってハピアスの前でやりたい放題されて負けるのが一般的なんですけど、コードヒド引きで。やばい、僕交代してるだけでだんだん暇になってきたな。毒ビシとステロ両方負けてるから、割と裏的には困んないけどな。だからまあドドゲザンがまずいから、少なくとも時間を消耗してから、テラストロ切らないとちょっと話にならなくて。ヘドバク。ヘドバクに投げれてんの助かるな。コピ投げるか。あとね、あのヘドロ持ってるとね、回復モーションで毎ターン時間がちょっとずつ稼げるからね、長いターン考えると結構な時間になるんですよ。あー、さすがに暇なゲームになってきたね。相手もただそろそろ考えてて、浮いてるやつを一回経由してゲンガを着地させて毒ビシを回収するみたいなルートを取りたくなりそうだけど、やばい、時間かかってると安心感やばいな。他、僕以外の人みんなさ、こんな安心感をもとにポケモンやってたのか。いいな。暇だから瞑想でも押してもいいけどな。火炎放射1個あるだけで全然変わるけどな、状況。ここはアンコールなので。回復技の PP をあまり使いたくない話もあって、残りが13分で、まあ、5分ぐらいから目いっぱい時間使う感じでもいいな。僕前ドヒドイではさ、なんかいろいろあったんだけど、選択肢が、まあ、まとわりつくとかも使って、まとわりつくあるとこういう時ちょっと打てていいんだけど、そう都合よくはいかないっていうね。さすがにね、ネットがないとね、ちょっとね、毒毒ビシになるけど、本当はトーチカとか、まあ、まとわりつつが優先だけど、トーチカもちょっと欲しいし、いろいろ入れたい技はあるんだけどね。ここは海に行って、まあ、PP 的には全然余裕か。結構相手が考えるのに時間使ってくれてるから。ゲンガー使いたいな、ちょっと。なんか、パラドックスとか入ってきたらさすがに辛くなりそうだから使えるうちに使っときたいな。僕ゲンガー結構好きなんですよ、このビジュアルが。なんかさ、球体の体でさ、手足だけ入っててさ、そのフォルムも好きだしさ、顔も好きだしさ、なんかね、なんて言うんだろう、こうなんかちょっと悪ガキみたいな感じがいいんすよ。大抵ゲンガーはさ、受けを使ってると困るポケモン筆頭
闘候補みたいな感じなんだけど、ここアンコールされてもう一回ピーピー枯らされちゃうのが嫌だから早めに土俵に引くと。で、あとまずいのはね、ギリギリに相手がドドゲさんを出してきた場合なんだよね。それだけちょっとまずい寄りなんだけど、だお互いね TOD を理解してると、あの最後のターンの1ターン前に1ターン前とか、まあ、1ターン前だねに誰かを投げてそれで解決する問題が、あー今日聞いた来た。でも実際マジでそうなんですよ、最後のターンの前に誰かを投げてそいつが止まらないとどうしようもないっていう。8世代はね、大ボールで何でも止めれたから、なんとかなったんだけど、まあそれでもまあ、逆にバンギラスが大ボールして砂で削って勝っちゃうっていう問題もあったんだけど、まあ、とはいえですよね、ここハピ投げでいいね。まあコモサザンがどんな方かによるけど、ただまあステロ1回入ったから、ちょっとやそっとじゃ僕負けなくなったね。総量はまあもともと絶対負けるわけがないんだけど、唯一不安があるとすると、なんか変に僕がちょっとだけ削れちゃった場合とか、ドヒドヒのヒットポイント回復しきれなかった場合なんだけど、まあゲンガーにどっかで引くんかな。テラはちょっとまだあんま見せたくないけどな。優勢、これメガネだね、さすがに火力ある。まあさすがにここ産むしかなくて、多分ゲンガー下げとかでしょ。これは全然いいな。なんなら残りもう2サイクルぐらいしてから、あ赤いで出てくるんだ、ほえー、海竜をどう対処するかがちょっとキーポイントというか、まあ素直にクレベ引いてもいいんだけど、一回肩確認にドヒドを投げたい話はある。ドヒド投げるか。もう海竜のさ、なんか最終日前ぐらいに突然増えたさ、渦し炎の渦アンコールで夢にまで出てくるわ、この海竜が。テラス切った。ちょドラゴンテラスタルハチマキリキンとかやめて、さすがにドヒド死ぬと思うんだよそれ食らうと。飛行テラスワンウェポンのやつかな。多分ワンウェポンのやつ、竜舞で打ってくる技はテラバーストと相場が決まってますね。毒刺してもいいんだけど、まあ霧からだよな、さすがにテラバー。こんぐらい食らう？あーこんなもん、だいぶ楽勝だったね。で、これは相手、アンコールを打つ準備をしてくるので、ドクドクを入れて、それからクレベ引きでいいかな。で、このテラバーは耐えるから、あ、リュウマいい。へぇー。次のテラバー僕まだ耐える雰囲気あるけどね。乱数がちょっと怖いけど。ラムとかなんかな、ちょっとめんどくさいな、ラムとかだと。ラムじゃないね。まあそれならここアンコールでもなんでも一回クレベ引きでいいと思うけどね。どっか入ってるからクレベで再生連打でもいいし、どっかで落としに行ってもいいけど、まあ外しのリスク考えたら再生連打か。テラはどんぐらい入る？ドヒドであんなもんだからクレベあったらもうちょっと上あると思うけどな。ああさすがにこんなもんか。裏に通りいいから早めに殴っとく方が正解だと思うんだよな。で言うて海竜次ステロー届く入るから、引くんだったら引くで、そんなあれだから。あ羽打ってくれんのは僕はなこれがまずくてまだ毒入れてるからちょっとマシだけど、ちょっとはマシだけどね。再生をしたターンだよな、まずいのは。殴ってくるなら、つらら落とし一回入るわけだから、それで、五分と見た。
うん、で11交換して僕がハピアス残るんだったら勝てるから、さすがにハピアスがヒットムーンとでかすぎる。あ、オッケー、カイリュー倒したからさすがにクレベがもういらなくなって、ドヒドハピで勝ちと。いや、いいね。一応あれなんだよね、この動画マスターボール級から撮り始めてるんだけどさ、マスターボール級に上げてから一晩寝たらさ、なんか順位が1万位ぐらい1万位以上下がっとるんだけどさ、じゃあ2晩寝たのか。なんかみんなやりすぎだよな、このゲームめっちゃ人気だよ。そんなみんな盛り上がって最終日お祭りになってる中、僕はしくしく一人で枕を寝らして寝る羽目になったわけだからさ、もうダメダメ、ダメだったシーズンのことはね、マジでね、脳みそから消すべき。回復したターンにゲンガー引かれるのがだるくて、まあ、テラバ早めに打つか。突っ込んでくる。これ僕タイプ1になるから強いかなと思ってテラバーストにしたけど全然弱かったわ。ハピアスが貧弱すぎて何も役立っとらん。どっかでまあさすがにでもこれも TOT で勝ちだけどな。テラスタイプは隠しとくか。降参 OK。 ちょっと毎日ねぼちぼちやっていくので、まあ、頑張って動画は毎日投稿できたらいいなぐらいで。じゃあ GG お疲れ様でした。